マッリカールジュナジーンデーバラーヤ一世の知性におけるカンナダ語のブ文デーバラーヤ一世は南インドのビジャヤナガル王国サンガマーサの君主。1406年、デーバラーヤ一世はニーブッカ二世を追い落として、その王座を確保し、不王ハリハラ二世の死後に続いた王位継承争いは終わりを告げた。しかし、この王位継承の争いの間に、デカンのバンフマニー長が協力となり、 デーバラーヤ一世の知性はその戦いに追われた。1414 14年、デーバラーヤ一世は、フィールーズ・シャーバフマニーとの間で行われた、トゥンガバトラー流域をめぐる構想に敗れ、バフマニー町に、首都、ビジャヤ・ナガルまで進出された。彼は、講和を結び、多額の賠償金と、真珠や像を支払わなければならず、そして、自分の娘を、フィールーズ・シャーバフマニーと結婚させることにし、 結婚式には自ら主とビジャヤナガルから出迎えた。文化面では、不王ハリハラ二世が、寺院の保護者であったように、デイバラーヤ一世も同様で、彼の時代には、マッリカ・ールジュナ寺院が建設されている。1422年、デイバラーヤ一世は死亡し、息子のラーマ・チャンドララーヤが王位を継承したがすぐに、死亡し、別の息子仏カ三世と孫のデイバラーヤ二世の共同統治となった。 ありがとうございます。